こんにちは、ズゾです。今回はキャプテンアメリカとスパイダーマン組み合わせて裏劣化の消しにやっていこうかなと思います。いや、これね、スパイダーマン結構強いんだけど、まあ、正直なんか他の星なと比べちゃうと、なんだろうね、ちょっと見劣りするかなって感じするけど、めちゃくちゃ強いと思う。結構ね、あの前使ったんで、前っていうか昨日ぐらいに使ったんだけど、結構強かった。なんか裏劣化も普通に勝てちゃうぐらいのスペック持ってるんで、かなり強いって。絵がかっこいい。めちゃくちゃなんか、スパイダーマン俺ね、結構まあ、知ってるっちゃ知ってるけど、まあ、そんな原作とか映画とかあんま見たことないんだけど、あのまあ知ってる、まあかなり有名だよね、この子。すごいかっこいいね、これ。やっぱスパイダーマンなんかムキムキじゃない？これ。めっちゃかっこいい。太も、大腿筋、大腿四頭筋とかがすごい発達してる。で、今回キャプテンアメリカと組み合わせるんだけど、前回の動画でキャプテンアメリカとキャプテンアメリカで裏修羅行ったんだけど、全然勝てなかった。全然火力足んなくていけなかったんで、今回ここで妥協します。この裏劣化で。で、これサブは全員バランスタイプなんだけど、継承を紹介していこう。継承はさっちゃんの武器、シェリングフォードで、アテンにアキレの武器である、指盛り、あ、帯、指と帯盛り、帯盛りで、オデドラにフルエファのフルートで、スパイダーマン、ナコルル装備、ナコルルじゃないよ、チチウシか、チチウシ装備、やってこう。よし、やってこう。弾きます。これ結構相性いいと思うな。かなり相性いいと思う。行こうか、普通に行っちゃおうか。ゆっくり組んで、さっきね、あれ、あの動画出したんだよ。さっきあの、炭治郎と、あれを組み合わせて、炭治郎とあの、アイアンマン、組み合わせていったんだけど、まあ、使いづらかったね、ちょっと。さすがに炭治郎と、組み合わせるのはちょっと難しいかなって感じがしたわ、やっぱり。あ、これ、スキル使えばよかった。さすがにちょっと難しかったね。あの、なんだろうね、やっぱアイアンマンってさ、やっぱりループさせるのが一番いいと思う。あれは、あの子は。そう、アイアンマンすごい、スキルがめちゃくちゃ強いから、これちょっと耐えます。スキルがめちゃくちゃ強いから、やっぱりね、アイアンマンループ、アイアンマンシステムがいいなっていう感じはする。俺ね、持ってなかったから、ちょっと、まあ、そういう動画出しちゃったんだけど、こうします。で、これ結構、あ、ロック解除したらよかったな。まあいいか。ここね、この枠をね、なんか、裏修羅行った時に、キャプテンアメリカで裏修羅行った時に、あれにしてたんだよ。雷神にしてたんだけど、ちょっと雷神だと火力足んなくて、ちょっと厳しかったんで、ちょっと今回は、このアテンちゃんに火力任せます。で、行きまして、お願いします。なんかサクサク、めちゃくちゃサクサク。で、消せないドロップめんどくさいね、これ。どうしよう。これは雷神じゃねえ、あれ使っていこう。待って、これ使ってから、こう使おう。これ使って、で、いきます。で、こうします。ここはこうでいいかな。で、いきますと。時間ができてるんで。スパイダーマンね、この進化前が強いなと思って。進化前めちゃくちゃ強いと思うんだよ、俺。わからない。あの、結構わかんないけど、ちょっと、まあ、進化後が進化前が強いか、どっちが強いかと言われたら、まあ、どっちも強いし、もうわかんないけど、結構ね、俺、押してんだよ、進化前を。進化前はね、確か、あ、パズル、早くパズルしようって感じだけど、進化前の、あれが、ちょっと待って、パズルがすごい。進化前が、なんか、覚醒スキルが 7コンボ強化と10コンボ強化持ってて、なおかつ、
なんかたこ焼き強化、たこ焼きコンボ強化、ヒコンボ強化を3つ持ってんのかな、3つ持ってるんで、すごいね、めちゃくちゃ強いと思う、めっちゃ火力出ると思う。で、HP2 倍、リーダースキルも HP2 倍の軽減なんで、かなり耐久力も高いし、めちゃくちゃ強いと思う、あれ。進化前もかなり強いね。スパイダーマンね、こうやって使ってみると、まあ強いんだよ。強いけど、やっぱりキャプテンマーベルとか、あの子たちのと比べちゃうと、すごいね、なんだろう。あの子たちが、あのマーベルがすごいなんか、ちょっとぶっ飛んでるなって感じは してるんだけど、まあ、全員強いよね。まあ、石10個なだけあって、まあ、正直ね、あれなんだよ。使われなくなっても、このスパイダーマンが仮に、まあ、ちょっとリーダースキル、あれでっていうかリーダースキルが、ちょっと今の環境難しいなっていう、何年後かの話、何年後かの話なんだけど、ちょっとリーダースキルあれかな、ちょっと難しいなってなった時に、まあ、最悪っていうか武器化するっていう手段があるから、この今回のマーベルコラボのキャラは武器化っていう手段があるから、まあ最悪その使われなくなったとしても武器化があるんで、全然持ってていいね、持ってて損ないんだけど、これ、どれぐらい削るか。そんな削るんだ。アテン強えな。アテンさ、強いね。強いね、アテン。これ、どうしよう。十字消しして、みる？十字消ししてみようか。むずくね。俺、十字消し苦手なんだよ。ミスった。なんか、クイーン、クイーンって言った。クイーンって言ってて。ちょっと見せちゃった。十字組めるとマジですごいと思う、あれ。十字ね、すごいなんか、やっぱ練習が必要かな、あれ。やっぱり、十字パズルって。すごい、なんかさ、平積みとかとさ、全然違うじゃん。その組み方が全く違うじゃん、なんか。だからすごいあれ難しい、十字。なんか昔ってか、ちょっと前にランナーあったよね、なんか。十字杯。十字杯のランナーあったよね、なんか。ジューンブレイドだっけな、ジューンブライドのランナーでしたっけな。そこで確かね、十字杯があったの。あれ、マジで難しかった。で、あと 90% 縦は剥がれるんで、このターンでいけるかな。このターンでいけると思う。で、誰も L 字持ってないかな、ちょっとミスっちゃってるけど、まあいいでしょう、これでいけるでしょう。強いな、結構強いな。で、これはどうしよう。うわ、またロックか、またロック、しゃあないね。ちょっと L 字ね、ちょっと組む、なんかちょパーティーがちょっとあれだったんだよ。組む、あ、ミスった。ちょ、ごめんなさい、今のちょっとごめんなさい。パーティーがね、ちょっと組むところなくて、入れる枠なくて、 L 字の武器とか入れる枠なくて、ちょっとそこはミスかな、パーティーミスかなって感じはするけど、これでオッケー。アテン強えな、やっぱ。なんか、雷神よりも俺、アテン派というか、まあ、派閥があるのか知んないけど、あるか分かんないんだけど、俺、アテンすごい好きだな。アテンがめっちゃすごい好きだわ。これはこうします。ちょっと今、処理がちょっと重かった。こうして、ちょっと、こうして、こうかな、ここでいいかな。で、倒します。なんか追いつくもなくて今すごい楽、めちゃくちゃ楽なんだけど。で、いいことしてあげる、7-7とかしてもらって、いや、ちょっとね、裏レッカイとかね、裏シュラのさ、
あれなんだけど、動画なんだけど、よく撮るんだよね。ウラシュラとか、新キャラ使うときにウラシュラとか、あとはまあ、裏、レッカーとか行くんだけど、その時にちょっと動画時間がね、20分とかになっちゃうんだよね。最初から撮ってると最初から撮ってると20分ぐらいになるんで、ちょっとどうすか、なんか途中からスキップしてっていうか、途中からカットして行った方がいいですか、それか最初から見たいかな。ちょっとよくそこら辺が分かってないんだけど、あんま視聴者さんの、その、なんかその需要というか、あれが分かってないんだけど、短い方がいいのかな、みんな短い方がいいんでしょうか。ちょっとそこら辺が分かんないんだけど、まあちょっとなんかあったら、まあ短い方がいいのかな、短い方がいいんでしょうか。まあちょっと、そこら辺をちょっとね、悩んでんだ、ちょっと今。カットして、動画時間10分ぐらいにするか、まあ、最初から撮って20分ぐらいに、まあ、収めるかみたいな感じで、ちょっと悩んでんだけど、どうかな、ちょっとまあ、意見ください。くださいね。ダンス。オッケー、なんか落ちて、何が落ちて、今。リダちゃん落ちたかな、ちょっと見てなかった。でこいつ、ガマガエル。ガマグチガマガエル、どうしよう。これは、行っちゃっていいか。普通に行けるかな。ちょっとロック、ずっとされてるけど。もうこんなんでいいか。こんなんで、動画通信で貼ってるんで、持ってるんで、いけるかな。いやー、マジで当てるの強い。めちゃくちゃ強いね、これ。リダチェンくれませんね。うぃー。リダチェン同士、リダチェン潜在同士で、リダチェンしようとしてたら今。こうします。いや、ちょっと当たっちゃう。まあ、こんなんでいいか。これでちょっと、ボンデスして、これでいったかな、これはいけると思う。いやー、アテン、これ5億、5億からもろもろキラー入ってめちゃくちゃ強いね、やっぱり。ちょ、アテン、さっきからアテンしか褒めてないんだけど。で、これ、うわ、これはどうかな、ちょっと、ロックがちょっとありがたいことになんか、ルーレット結構、こう、今度いいか。あ、ちょっと落としてなかった。ありがたいことにルーレットのロックのおかげで、あれできてる。盤面組みやすくなってる。で、これ、うわ、溜まっちゃったか、これ。シェリングボード。いらないね、シェリングボード。ちょっと重たいスキルがいいなと思って、これ持ってきたんだけど、いらないか。どうしようかな。これ溜まっちゃってるわ。これ溜まっちゃってるんで、いきます。使います。で、どうしよう。まあ、闇か。闇は大丈夫かな。大丈夫でしょうか。ちょっとわかんない。あ、ちょっと待って、マジにできなかったけど、こうします。闇が入っちゃうよね。さすがに無理か。無理だね。で、弾きますか、弾きまして、水が入ればいけると思う。さすがに水入ったらいける。まあ、こんなんでいいか。こんなんで、ちょっと待ちにできなかったけど、サクサクすぎ。ちょっと待って。これ、倒します。OK。あ、シェリングコード使ったらよかった。どうしようかな、どうしようか。これ使っちゃうわ。シェリングコード使っちゃいます。使っちゃって。で、お、いいね、溜まった。これめちゃくちゃ強いんだよ、このスキル。4ターンで打てる6色陣。かなり強いと思う、このスキル。で、こういきます。まあ、こんなでいいか。これでいいでしょう。全員無効貫通できるんで、スキルで。で、ブッパーできると思う。やっぱでも硬いね。この子ね、発狂ないんで。なんか絵本読み聞かせするだけで、何もしてこないんで。
これ使っちゃおう。これ使って。こうします。待てよ、ちょっと待ってね、ちょっと待って、待てよ、すごい下手くそ、めちゃくちゃ下手くそ、めちゃくちゃ下手くそだった、ごめんなさい。でもリクルートも全員分の無効貫通できるんで OK。 もう18回か、早っ。これ回復力現象だっけ、これあるんですよ、これがありますね、これがあるんでこれ使いました。あー、そうだったあれだった、回復力現象はあれだったわ、消せないんだった。ミスった、ちょっとミスっちゃった。ため直しワンチャンあるかな。うわー、ちょっと待って、これね、モデドラってかドラゴン用にちょっと取っておきたかったんだけど、やっちゃったな、これ。ネプドラね、ネプドラか。ネプドラは属性吸収あと19ターン、ちょっとタイマーカットします。 OK。 ちょっとね、さっきね、リーチェ使ってちょっと行って攻撃してたんだけど、なんかね、端末のせいでちょっとね、パズルが途中で止まっちゃって、なんかぐだっちゃったんで、ここで仕留めようか。ちょっと待ってね、これ使おうか。これ使って、でいきます。で、待ってよ、これは回復にして、回復を火にして、これ、結果な、いってほしい。いけるかな？ OK です。で、なんとかいけたわ、なんとかいけて、熱く読みドラゴンか。ちょっと嫌だな、ちょっと嫌だな。これもまあちょっと5ターン耐久しようか、5ターン耐久します。 OK。 なんか半分切りそうなところまで行ったんで、ちょっとここで行こうか。で、リーチャも溜まったんだよ。リーチャも道中ってか、この月読みドラゴンと戦ってる最中で、リーチャ溜まったんで、ここで行こうか。いや、めっちゃサクサクだな、これ。で、行きます。ちょっと待って、こうかな。こうで、で、半分切りますよね。半分切ります。いや、強いのかな？やっぱ強い気がする。強い気がするけど、なんだろう、なんかすごい星7だからさ、もしなんか固定100万とかにしても全然良かった気がするけどな。で、これエンハースかけようか。エンハースかけて、で、なんか溜まった。あ、これいいじゃん、これ使う、これ使おうか。これ使って3コマカさん使って、よし、じゃあこれでいこう。いや、勝ったね、これは。これは勝ったでしょう。オッケー。いや、よかった。結構ね、楽しかったね。多色ってやっぱ楽しいよね。いきます。いや、多色ね、やっぱり俺、好きだね、結構。コンボをいっぱいして、なんか、するリーダーも好きだけど、まあ、こうやってなんか、色をいっぱい決めて、多色っていう、リーダースキルね、結構俺結構好きだな。で、まあ、今回はまあこれで終わるんだけど、あと使ってないキャラが星7で言うと、誰かな、マグニートーとか使ってないね。マグニートーとか使ってないし、発音合ってますこれ。マグニートーとかも使ってないし、でもね、俺持ってないんだよね。だからフレンドで借りるかサブアカで引くしかないんだけど、あとサノスも使ってない。で、まあ、使うかは分かんないね。ちょっと分かんない。ちょっと自分でも持ってないから、分かんないけど、まあ、まあ、状況が整い次第、まあ、使っていこうかなと思います。じゃあ、終わります。ブブイ。